はいどうも、モーリーです。今回はマッチプレビュー編です。J リーグ第27節、湘南ベルマーレ対浦和レッズ戦のマッチプレビューをしていきたいと思います。さあ、今回の相手、浦和レッズの成績を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。現在、浦和レッズはリーグ順位7位、13勝5分け8敗、29得点26失点となっております。そして浦和レッズはね、直近の5試合では3勝2敗、5得点4失点という形になっておりますね。レッズは現在 J リーグ3連勝中、酒井宏樹選手が出場してからは公式戦4戦で1失点、そして4連勝中とかなり調子を上げてきております。さあそして浦和レッズとのね、過去の対戦成績も確認していきましょう。ご覧の通りになっております。湘南は浦和に対して9勝4分け24敗と過去の戦績では負け越しております。ただね、直接対決、直近の5試合、まあ、リーグ戦のみとなるんですけれども、直近5試合の結果はご覧の通りになっております。2勝2分け1敗と勝ち越しております。まあ、カップ戦とかを含めるとね、直近10試合を見ても4勝4分け2敗と勝ち越しているんですよね。前半戦では打ち合いとなりましたが、3対2で勝利していますし、今シーズンはルヴァンカップでも戦っておりますが、3戦無敗です。3連勝中と調子の良い浦和相手ですが、ここで勝ってね、今季初連勝を奪いたいところです。さあ、それでは、ゲッツ3ポイント確認していきましょう。こちら、コンパクトな守備、プラス積極的な攻撃参加というところを挙げさせていただきました。まずは守備面です。前節セレッソ戦ではファールをしてしまい PK からの失点をしてしまいましたが、基本的には守備時にね 5-3-2 の形でコンパクトな守備を作ることができていたと思います。負けない湘南を見せていた4月頃に近い形になってきたんじゃないかなというふうに感じました。崩される場面はあまりなかったと思います。さあそして浦和戦で気をつけたいポイントは2つ。1つ目、左サイドドリブルからのカットイン、そして2つ目、右サイドからの高精度のクロス。前節と同様になるか分かりませんが、浦和レッズの左サイド、まず関根選手ですね。前節広島戦でも中盤とディフェンスラインの間を仕掛けていき、得点につながるドリブルを見せていました。ここをやらせないようにね、いかにディフェンスライン中盤をコンパクトにして守備を作り、浦和の攻撃をサイドに追いやるかっていうところが重要になってくると思います。そして右サイドでは浦和レッズの酒井宏樹選手がかなり攻撃を仕掛けてきますし、前節はね、江坂選手が出場していましたが、おそらく怪我っていうところもありますので、今回は小泉選手が出てくると思います。まあ、そこもね、酒井選手、小泉選手、この2枚の右サイドのプレーっていうところは余裕を与えてはいけないと思いますし、ここにね、プレスをかけていくことがかなり大事になってくると思います。少しでもね、余裕を与えてしまうと、精度の良いパス、クロスがね、上がってくるので、湘南にとっては左サイドの対応が非常に重要になると思います。湘南はね、前節セレッソ戦で清武選手に激しくいって自由にさせなかったようにハイプレスをかけていきましょう。さあそして攻撃面です。前節5得点を決めた得点力を今節も活かしていきたいですね。浦和レッズは可変のシステムで対応していきます。攻撃時には3バックプラスアンカーで中央を固め、サイドを押し上げてサイド攻撃をしていきます。守備時には酒井選手が下がってきて4バックで守ってきますね。湘南としては攻撃時にフォワードがサイドに流れたり、ボールを収めた際にどれだけ中盤の3枚の選手が上がって攻撃参加を作れるかが重要になってくると思います。また浦和との前回対戦時では畑選手のクロスや岡本選手の得点などウィングバックの活躍が目立っていました。今節でもウィングバックの積極的な攻撃参加、活躍にも期待したいですね。さあそして今節のキープレイヤーを1名ピックアップさせていただきます。今節のキープレイヤーは田中聡選手です。浦和レッズの2列目の選手への対応、小泉選手だったり関根選手を自由にやらせないようなプレーを見せてほしいです。また攻撃参加し得点関与にも期待をしております。前節得点関与はありませんでしたが、中盤でのプレスの強さ、攻撃面ではボールダッシュし攻撃の起点にもなっておりました。浦和戦でもその活躍に期待をしております。さあそして最後に湘南ベルマーレのスタメンを予想していきたいと思います。予想スタメンはご覧の通りに
なっております。フォーメーションは前節同様の形を取ってくると思います。ゴールキーパー谷選手、3センターバックも変わらず右に石原選手、真ん中大岩選手、左に杉岡選手、そしてウィングバックは右に小林選手、左に畑選手と前節同様の2名を予想してみました。小林選手はね、前節非常に良いプレーでしたし、後半に交代もして体力温存っていうところもありましたので、今節もねスタメンで起用してくるんじゃないかなと予想しております。左は畑選手を予想しましたが、前節温存している高橋選手をここに当ててくる可能性もありますね。さあ、そして中盤3枚は前節より1名変更を予想して、田中選手、バラダ選手、山田選手の3枚を予想してみました。池田選手から山田選手の起用に変えましたが、ここはね山田選手がフルス対決っていうところもありますし、浦和の攻撃を抑えるには運動力があって攻守に貢献できる山田選手がスタメンで必要なんじゃないかなと思い、スタメン起用を予想しております。そしてフォワードには2トップ前節同様、タリック選手、大橋選手を選出しました。おそらくなんですけれどもね、ウェリントン選手がまだ浦和戦間に合わないんじゃないかなと予想しております。また前節のねこの2枚の動き関係性というのが非常に良かったんでね、もしウェリントン選手が戻ってきたとしても、スタメンはまずこの2枚で行くんじゃないかなと予想しております。ベンチメンバーもね大幅に変わることはないと思いますが、まあ、ウェリントン選手、高橋選手がメンバーに入ってくるかどうかっていうところがねちょっと変わるかもしれません。はい、ということで浦和レッズ戦マッチプレビューをしていきました。前節は5発対勝し、今シーズンはねまだ連勝できていませんので、ここで浦和レッズに勝って連勝し、流れをさらに引き寄せてほしいです。浦和レッズ戦試合が楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。